私の誕生日覚えていてくださったんですか？ありがとうございます。しずくちゃん、お誕生日おめでとう。舞台の上でもステージの上でも素敵なしずくちゃんです。しずく、ハッピーバースデー。今度あなたの舞台を見に行きたいわ。しずく、誕生日おめでとうございます。あなたの演技をぜひ見てみたいんです。しずく、誕生日おめでとう。しずくは心でパフォーマンスしているような、そんな気がするの。しずくちゃん、お誕生日おめでとう。ステージ上で引き込まれる表情をしてるのが印象的なの。しずくちゃん、お誕生日おめでとう。しずくちゃんの表情に照れてしまうの。しずくちゃん、お誕生日おめでとう。お芝居ってその役の人になっちゃうんだよね。かっこいいにゃ。しずくちゃんおめでとう。舞台の上で役を生きるしずくちゃんはかっこいいね。しずくのお芝居には心を動かされちゃうの。しずく、お誕生日おめでとう。しずくはお芝居が大好きなのね。素直に大好きと言えるものがあると人は生き生きするものよ。しずくから役作りの参考にしたいってキラキラした目で地獄のことを聞かれたわ。しずくさん、演劇部ではどのようなトレーニングを？アクアにも取り入れさせていただきたいですわ。しずくちゃんの歌は伸びやかでおおらかな感じがするの。しずくちゃん自身を表しているよね。しずくちゃんは演劇部なんだね。しずくちゃんの出演する劇見てみたいな。演劇部との掛け持ちなんて頑張るね。頑張り屋さんなしずくちゃんにはハグをしてあげよう。お芝居するのってどんな感じなの？セリフとか覚えるの大変じゃない？しずくちゃんはすごいな。しずくちゃんは役者さんを目指しているの？すごい！東京の人はスケールが違うずら。しずくちゃん、ステージに上がっても緊張しない方法知ってる？知ってたら教えてください。しずくちゃんおめでとう。ワンコモフモフさせて。ハッピーバースデー、しずく。しずくって実はすっごい強情でわがままで欲しがりだ。そういう貪欲さがしずくをさらにパワフルにさせるんだね。しずくちゃん、誕生日おめでとう。今度発声の仕方を教えてもらえるかしら。しずくちゃん、お誕生日おめでとう。いつもたくさん話を聞いてくれて感謝。私も力になりたいって思ってるの。しずくおめー。いちごミルクとバナナミルクどっちがいい？しずくさん、誕生日おめでとうございます。この間教えてもらった精神統一の方法すごくためになりました。ステージの前に必ずやっています。しずくちゃん、お誕生日おめでとう。今度またワンちゃんの動画見せてね。ハッピーバースデー、しずくちゃん。しずくちゃんに教えてもらった和風のサンドイッチ最高だったよ。先輩に誕生日をお祝いしてもらえるなんて、今年はずっと忘れられない誕生日になりました。しずくさん、お誕生日おめでとうございます。おすすめのお芝居や劇団があればぜひ教えていただけませんか？誕生日おめでとう、しずくん。愛さん愛用のヘアスタイルの雑誌しずくにプレゼント。ハッピーバースデー、しずく。どんなことにも真面目なしずく、さすがランチの親友ね。